Yes, 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 yes. さあ、今回の動画はですね、はい、今日のはですね、今日は何の日でしょうか。この動画が上がっている日は何の日でしょうか。そう、10月14日といえば、そう、現在の京浜東北線の桜木町新橋間がね、鉄道、まあ、鉄道、日本に初めての鉄道が、開業した日でございます。まあね、鉄道開業が、まあ、150年という歴史の中でね、寝台列車あるじゃないですか。まあ、某人気作者様のね、のところでおなじみの別荘列車と言われてるその別荘列車なんだけど、まあそのね、まあ数々のね、ブルートレインとかいろいろ走ってましたけど、それがね、東海道山陽の岡山あたりから、まあその、まあ岡山あたりでね、方からまあそれぞれのね、別路線に分岐するね、名列車ね、まあ日本で最後と言われている、別荘列車のね、プラレールを開封したいと思います。もうね、お分かりの通り。じゃじゃーん！はい、サンライズエクスプレスをね、はい、開封したいと思います。いやー。はい、まずね、まず見納めください。はい、こんな感じ。これね、プラハクのね、再販品ですけどもね。はい、ちなみにこちらのね、プラレールは再販品です。はい、解説読みたい方は一時停止してご覧ください。おー、これいいね。わー、欲しかったやつだ。おー、まあ、フル編成するにはちょっとお金がないんですけど、まあ、スパチャしてくれるならね、まあ、リクエストね、お願いしたい方は、ぜひスパチャお願いします。はい、こんな感じです。まあ、リクエストして、なんだっけ、フル編成してほしいというリクエストある方はね、ぜひスパチャお願いします。詳しくは概要欄をご確認ください。はい、こんな感じ。おー。日本で最後の、はい、これは前のメカですね。おお、こんな感じのね、前のね、メカですね。このメカでしょうかね。はい、はい、見納めください。はい、見納めください。そんじゃあね、パパーンと開封していくわよー。ポン、じゃじゃーん。はい、日本で最後と言われております別荘列車ことサンライズ瀬戸号、サンライズ出雲号2番5系のね、はい、おー、寝台電車。おー、これね、5番3系以来なんだよね。まあ、ソフト鉄道、うちも持ってるんだけど、それはね、またどっかで見比べするとして、はい、まず先頭車、後尾車から先に行っていこう。先頭車はまた後ほどにして、はい、こんな感じ。おー、これシールですね。おー、こんな感じ。わあ、いや、暴言吐くといけないからね、伝承と微刀についてね、ブサイクなんて言ったらもう、言い方したら暴言なので、ね、差し控えさせていただきますが、お、シールですね。こちらの、サンライズのロゴマーク自体はこれシールですね。おお、すごい。ああ、ここでね、まあ、某ね、乗り鉄系作者様たちもね、乗られたと思います。ここ非常にうるさいと言われてますね。おー、ここですね。この部屋。寝台のあれですね。まあ、まあ、わかってる人はね、コメント欄で、まあ、ご自由にね、ご指摘するのはもう構いませんが、私はまあ、個人的にまだ一度も乗ったことありません。まあ、見かけたこと、横浜駅でね、見かけたことありますけどね、まあ、幼い頃っていうか、まあ、小学生か、まあ、中学生頃のね、ある日ね、まあ、それは何の時かはね、差し控えさせていただきますが、おー、こんな感じですね。おお、綺麗だな。おお、いいね。さあ、続いて中間車。これ、中間車は、はい、こんな感じ。これ、何号車だっけ？3号車とね、または10号車ですね。はい、これね、ちょっと訂正でちょっと申し訳ないんですけど、私の知識不足でも、あるんですが、こちらの部屋って確かうるさいんだっけ。まあ、分かってる人はコメント欄でご指摘をお願いします。あまりね、旅動画あまり見ないのでね、ちょっと申し訳ございませんが、知識不足でちょっとあるのでね、まあ、ご存知の方はコメント欄でお願いします。間違ってる箇所がありましたらコメント欄でご指摘をお願いします。
はい、これが3号車と10号車のもう羽2パー5型ですね。あの、はい、モハネ2パー5型、はい、こちらは3号車と9号車、おそらくこれ、窓配置の寸法的にはこれモハネ2パー5型ですね。うん、はい、モハネ2パー5型。ちなみにね、あのモハネ2パー5型のことでね、のね、あのの屋根上で思ったんだけどさ、なんかね、体質改善をね、あのされた方のね、あの作者様の動画を見て思ったんだけど、ここにね、あの霜取りかなんか知らないんだけど、あのパンダをなんかつけられてるんですよね。まあこれはあの開始前のもう仕様だからね、まあいいでしょう。まあ分かってる人はあのコメント欄であのご指摘、ご指摘の方をお願いいたします。はい、で最後、はい、問題の、はい、先頭車、はい、一番問題の、はい、先頭車、おー、まあ車輪の色はね、はい、もう中間車と後尾車と同様にね、はい、これ は灰色ですね。はい、ニュートラルグレーみたいな色はしております。はい、ご覧の通りですね。これはこれはクハネだね。クハネニッパー5型ですね。はい、そんじゃあね、もうあの動作確認はしていきましょう。はい、動くか。はい、お見事。おー、いいね。あー、いいね。はいはい、お見事。はい、ありがとうさん。おー、やっぱいいな。おー、本当に、あー、いい。まあ新メカじゃないからね、まあこんな感じですけどね、まあ、先ほどの方で言いました通り、これ新メカじゃないからね、まあ非常に残念とは言うかどうかは、まあ、視聴者の見解に、まあ、委ねさせていただきますが、おー、はい、こんな感じとなっております。ではですね、走行動画へと参りたいところですが、今回は割愛とさせていただきます。なおですね、先ほどのね、先日でも言いました通り、フル編成してほしいというね、リクエストありましたら、特に、まあ、中間車とね、まあ、中間車だけどね、まあ、スパチャの方をお願い申し上げます。詳しくは概要欄をご確認ください。ここまでのご視聴ありがとうございました。